たらなおいで、その目から僕見るとどんな風に映るだろう。好きになれば好きになるほど迷い込んでしまう。それでもその君の心に触れたいよ。かわし駐車場を借りてましてね、1ヶ月の最後月末にカードとお金と持ってね更新に行くんですね。でそしたらバッと窓を開けたら、男の男性の方がね管理の方がいらっしゃいまして、また1ヶ月お願いしますって言ったら、これ綺麗ですね、あんなちょっと自慢かいさ、ちょっと何もらってと思ったんですけど、まあ、ありがとうございますって言ったら、
カード綺麗に使ったとか言いますね。この駐車場で1番か2番です、こんなに綺麗にカード使ってもらっててありがとうございます。俺言われたんですよ。そうなんか、それやったらかわいいけどさ、なんかあれかな、ちょっと自慢かな思ったやめてでもドキドキした、あ、なるほど、ちょっとドキドキした、ちょっと待って、ドキドキしたやったら私だってあったあれで、えドキドキしたってあるあるのバカにしんといて、私からってあれやで、なやかいながら結構モテんねんでいやいや、そうなんだ、もうね、この間ね、あの買い物行って、はい、うん、あのザラ店の名前も言ってしまいましたけど、はいはい、ザラっていうね、あのショップがあるんですけど、そうそう、ときめくやんか、あれもこのスカートもええやんって、ここ T シャツもええやんって、もう私が買うためにもうここに飾ってやるやんってぐらいここに抱えて、そしたらさ、前からなんか欲しいこんなあの帽子、あのなんかええのあった見といて言ってたやんか、はいはい、それが向かいの店にあって、いや、この服といつも考えてんねんね、私も、まあ、衣装担当やけど。